アルデバランの拘束の剣になすすべなく敗れ去ったセイヤ。そこにセイヤの死、マリンの幻影が現れ、セイヤにヒントを与えるのであった。茶番とセイヤ、サンクチュアリ12級編エピソード3、タウラス VS ペガサス後編、目覚めるかセブンセンシズ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。バカめ、いくら流星剣がマッハ剣とはいえ、高速の武器を持つゴールドセイントには全く通用しないのがまだわからんのか。このアルデバランにはまるで亀の動きのようにのろく見えるわ。こんな緩やかなものをかわすのにいちいち剣を抜くと思っているのか。緩やかに体をかわすだけよ。何？流星が変化した？まさかこれはビッグバン。うお、バカな奴の剣がビッグバンを起こすとは。まさか奴の体の感覚が著しく衰えたことによってコスモが増大したのか。つまり五感の一つの触覚が失われたことによって、その分セブンセンシズであるコスモが強大になったのか。セイヤはゴールドセイント12人しか体得していない究極のコスモセブンセンシズに目覚め始めたというのか。どうだタウラス、お前の剣を抜かせたぜ。次はその黄金の角をへし折ってやる。何？お前何を言っているのか分かっているのか。ムーの教えてくれたコスモの究極、俺のセブンセンシズよ、目覚めよ。俺の黄金の角をへし折るだと？もしそんな奇跡的なことがお前にできたら、俺はあっさりと敗北を認めてくれるわ。しかし、たかが俺の構えを解かせたぐらいでいい気になるなよ。腕を解いたところで必殺剣の威力に変わりはないのだ。くらえセイヤ、グレートホーン。うわぁ、まただ。またセイヤのコスモが大きくなっていくのを感じる。傷つき倒されるたびにセイヤのコスモは成長しているのか。この男、もしこのまま成長していけばゴールドセイント12人王もしのぐセイントになるかもしれん。だが教皇のおっしゃられる通り、サンクチュアリに対し反逆を企てるものだとすれば、今ここで倒しておくしかない。使命ペガサス。何？こいつグレートホーンの威力を止めた。うおお、バカめ、そのままこの俺に跳ね返そうというのか。そこまでは無理だ、逆に吹っ飛ばされるぞ。そら、うわあ。こいつは確かにセブンセンシズに目覚め始め、コスモが急激に成長していっていることは確かだ。しかし高速を持つグレートホーンを曲がりなりにも止めるとは。高速を止めるには高速を持ってしなければできぬ。ならばセイヤは光の速さを身につけ始めたというのか。なんだ、セイヤの後ろに白いオーラが。あれはペガサスが、さらに変化して竹内力。ようやくしっかりと見えてきたぜアルデバランよ、お前の繰り出すグレートホーンの奇跡が。今度こそ確実に弾き返してやる。なんだと。来いアルデバラン、これが最後だ。バカめ、今度こそ確実なのはお前の死だ。くらえグレートホーン。見えたぞ野球の両拳が。何？信じられん。グレートホーンを本当にこの俺に弾き返すとは。だがあいつももはや今の衝撃には耐えられまい。セイヤよ。何？セイヤのコスモが消えた。バカな、セイヤはどこだ？ここだタウラス。約束通りその角もらったぜ。何？
どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ潔くお前の負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。うねう、うわいや参った、俺の負けだせいや。え、このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。それじゃあ、ああ行くがいい、この金牛球は通らせてやる。せいや、おう、お前たち気がついたのか、よかった。だけどせいや、一人でよくやったな。すまん、お前だけに苦労をかけさせてしまったようだ。とにかく時間がない、先を急ごう。うん、せいや、この先も同じように行くと思ったら大間違いだぞ。コールドセイントをなめるなよ。わかってる、あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌というほどわかったさ。金牛球の火も消えた。あと10時間か。見えた、あれが掃除球だ。次回茶番とセイヤサンクチャリ12球編エピソード4、異次元のラビリンス掃除球の謎、君はコスモを感じたことがあるか。